はい、おはようございます、やすひろです。ファントムね、一応完成しました。まあ、一応っていうのはこの後、ボディの塗装があるんで、それと、まあ、いろんなシールを貼り付けたりとかして、それで完成なんですけども、そういう意味で一応完成です。で、まあ、一番泣かされたのがこのチェーンですね。このチェーンがね、長くてね、それを、調整するのに泣かされました。マイナスドライバーでね、外してくださいって言うんだけど、僕の持ってるマイナスドライバーはね、先がそんなに細くなくてね、だからどうやってしたかっつうと、この霧みたいなやつでね、無理やりこじ上げてやったんですけども、まあこじ開けるのも大変なら、今度はこれをチェーンを結ぶのにも、一苦労しました。いやまあこの、チェーンドライブが、ファントムのいいところなんですけども、どうなんだろう、ベルトドライブにしてもらえませんかって、めんどくさいのなんのって泣かされましたわっていう、そういうところです。テーブルに、そのまま置いてみるとですね、地上高がこれは何ミリだろう、3ミリか4ミリっていうところじゃないかと思います。まあ最初からこれノーマルの、タイヤなんですよね。思った通り、このまま走らせられますね。これが一番いいでしょう。それで、タイヤが滑っていくごとに、アンダーが強くなったりオーバーになったりとかいう、なんかそういうのがあったんですよね。これだ、フロント45ミリで、リアが50ミリだと、ニュートラルっていうんで、多分これがそんな感じだと思います。そして滑っていくごとに、フロントが44ミリ、リアが52ミリだと、オーバーステアということで、とフロントと、リアが46ミリだと、アンダーステアになるということですね。テンション、このチェーンのね、チェーンテンションの、調整を、これですることができます。ノーマルポジションっていうのと、まあ、こういったので車高調整をすることができます。自分はこのノーマルポジションですね。そして次はいよいよ、ボディの塗装に入ります。でもね、これどうしようかなっていう感じでね、今悩んでるんですよ。もう塗装しないでこのまま置いとこうかなっていうこともある考えたりもするんですけど、それじゃあダメでしょうね。やっぱりちゃんと塗装して走らせなくちゃダメなんだろうなっていう感じで、今いろいろ考えています。そんなところで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。